フラグ、死亡フラグを掲げる夏井塾です。さあ始めていきましょう。今日は世界史大学受験イスラム世界とマムルーク朝ということをやっていきます。はい、1250年から1517年に、栄えたのがマムルーク朝ということになるんですが、始まりから絶望が始まります。はい、まずマムルーク朝はトルコ系の人が立ち上げた、国ということになるわけなんですけど、このマムルーク朝が建国した直後に、モンゴル軍にボコボコにされます。はい、言いたいところなんですが、実はモンゴル軍がボコボコにしたのはアッバース朝の、攻撃に入ります。でここでアッバース朝はモンゴル軍の要するに攻撃によって、滅んでしまいますが、この勢いに乗ったこのフラグですね、フラグさんが、まあ、マムルークも余裕でしょ、そんな領土的には大したことないでしょうっていうね、壮大な死亡フラグをですね、やったところで、まあ、マムルークに攻め込んだ結果、逆にボコボコにされるというね、絶望的状況になります。はい、そうですね、はい、ということになります。はい、というわけで、ボコボコに敗れたフラグさんは、イラク、イランの土地にイルハン国というですね、イルハン国、はい、イルハン国というまた全く違った全く違った国を立ち上げるということになるんですが、まあ最終的にはこのマムルーク朝には全く太刀打ちができないというふうな状態になるということですね。はい。というわけでここまでよろしいでしょうか。はい。順番をしっかり覚えておきましょう。マムルーク朝が建国した直後にモンゴル軍に襲われるということですね。はい。建国したら、アッバース朝を攻撃して勢いに乗りまくっているモンゴル軍、これね、フラグが、死亡フラグを掲げるということですね。はい。マムルークとか余裕っしょみたいな。言ってボコボコにするというね。はい。そして今出来上がったのが、まあ、モンゴル系の要するに国として出来上がったのがイルハン国ということになるわけですね。よろしいでしょうか。それでは本日もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。